こんにちは、サトルです、ヒューマンビーイングサトルです、今までヨガテリアサトルですって名乗ってましたけど、これからヒューマンビーイングってこの、YouTube 動画でも名乗っていこうかなと思ってます。ヨガテリアというのはもともとですね、僕が運営しているスタジオなので、いまだにヨガテリアサトルなんですけども、あ、犬が帰ってきた犬の犬間にヨガをやろうと思ったけど帰ってきたわ。どこ行ってたの？ヒューマンビーイングというのはここのね、ヨガリトリートセンターの、施設名なんですけど、ご存知の方多いと思うけど、人間っていう意味です。なのでヒューマンビーイングサトル、人間サトルです。知ってます？皆さん、 AI でもう本当に実物の人間と見分けがつかない動画が出てるでしょ。ということはもうヨガ動画もきっと AI になりますよ、ってなってきた時に AI に勝てっこないんです。もうAI は疲れ知らずだから、夜中の何時でもライブできるはずですね。で、僕人間なのですぐ疲れますし、あと機嫌もありますよ。 AI でヨガやりたいですか？人間でヨガやりたいですかじゃあ僕が AI か人間かどうやって判断しますか？まあでも、なので僕は人間らしいヨガやっていきたいということをお伝えしたくて、あのヒューマンビーングサトルって名乗っていこうかなと思ってます。せっかく人間なのにAI みたいなレッスンする先生が多いなと、ちょっと他の先生ディスっちゃうけど、残念だなと僕は思ってるので、僕は人間らしいヨガをやっていこうと思うので、このチャンネルは、人間らしい人から、人間とヨガを、やりたい人のチャンネルにしていこうかなと思ってます。こんなゴミ、足のゴミ拾いながら喋っててもね、これ人間だから許せるでしょ。これ AI だったら許されないですよ、もうほんと。おい、やるよ、ほら。じゃあ、あぐらになって座ります。ちょっと呼吸しよっか。呼吸、鼻から吸って、鼻から吐きます。その音を聞きます。呼吸ってどんな音ですか？呼吸の音聞いたから何って何の意味もないです。でも聞いてみます。呼吸の音聞くと自律神経って整うようです。人間ってどういうわけかそういうふうにできてます。理由は分かんないです。でもちゃんと科学的に自律神経が整います。普段呼吸の音聞いてなかったなっていう人はよく聞いてください。ヨガの時はその呼吸とともに動きますよ。次吐き切ったら次の吸息、右手が天井、僕逆やるからね、伸びてって吐くときにこっち側屈、吐き切ったら戻ろっか、吸息、体を起こして上伸びといて、吐くとき降りてきて逆行ってください。吸息、左手が天井で、天井じゃないや、空、空っていうのか、上、吐く息こっちで、繰り返してもう一回ずつやってみてください。犬は気にしないです。僕の呼吸に合わすんじゃないですよ。自分の呼吸に合わせてみてください。呼吸聞いてないとできようがないでしょ。やりようがないでしょ。ふいーと。じゃあ戻ってきたら安楽だり一呼吸。みぞおちの裏触って背骨グリグリ。これが背骨の真ん中。右手を尻の後ろ。左手逆の膝添えて。じゃあ吸うときに背骨長くなって、吐くときにツイスト入ります。軽くツイスト。遠くに車があるとね、犬が走っていっちゃう。まっすぐな背骨、みぞおちの裏をツイストで、呼吸通すと背骨周りの筋緊張ってほどきます、ほどけます。もう一呼吸吸い切ったら吐くときに戻ってきてください。逆ね、左手が後ろ、右手が逆。吸う時に長くなって、吐く時にピッてツイスト。肩もくる、頭もくる、目ん玉ギョローで深呼吸。呼吸を、鼻から吸った呼吸を背骨の真ん中通して骨盤の奥にまで届けます。そんなイメージ。
もう一呼吸吸って長くなったら、吐くときに、戻ってきてください。よし、じゃあ足伸ばして、僕だけ斜め向くけど皆さん前のまんまね。あ、帰ってきた、帰ってきた、走ってきたの。足開いて、目分量で足の甲伸ばしたり曲げたり、伸ばしたり曲げたり、ふくらはぎをみちみちって使います。あと僕レッスン中ね、スマートな言葉遣いってしないんですけど、それちょっとわざとですね。まあスマートな言葉遣いもね、 AI に負けます。言葉遣い綺麗な人に負けちゃう。伸ばしたら大きな円を描きます。足の足の指で自分史上一番大きな円を描きます。みちみちって、ふくらはぎの筋肉みちみちで使って逆回し、ふくらはぎの筋肉使うと滞ってたものが心臓に返ってきて、またフレッシュな血液になって全身巡ります。動き止めて、よいしょ、土がついちゃった。よし、ちょっと四つん這いになります。四つん這いになっとって、そこでも呼吸聞いて吐き切ったら、吸うタイミング背骨反らして目線が上で、吐くタイミング丸めておへそ見て、何回か繰り返して、呼吸と背骨が同じだよ。呼吸のリズムで背骨がしなやかに動きます。背骨ニュートラルで動き止めて、今度、鼻から吸ってお尻後ろにして、口から吐いて、この時背骨が波打ってはーって前行く。でまたウェーブで帰って、鼻から吸って口から吐いて、はー、こんな感じ繰り返して、まあ、たまりにたまってたものが呼吸で背骨揺らしてどっか遠くに吐き出してください。形よりもイメージが大事。何がねえか分かんないけど、足指ついたらお尻持ち上げて、最初手でマットをして脇の下も伸ばしておいて、背骨も伸ばしていって、一直線にして、こうやって一直線にして、で膝はストレッチが心地よくかかる程度伸ばしておきます。こんな感じ、手でマットを押す、腰丸めない、膝伸ばしていく、伸ばしにかかるだけ、ストレッチ効く程度に深呼吸。次の吸う息、画面から遠い方の足を前にして、後ろの膝こうついて、こんな感じになろうか。足りなかった人はちょっと足広げておいてね。で、骨盤をこっちが前で前向けて、恥骨前出してスライドして、下に沈み込むようにして、鼠径部ストレッチグッて、後ろの足の甲を蹴ってグッと、ここ伸ばす、ここ伸ばす、でちょっとキープ。骨盤周りね、足の付け根すっごい大事ですよ。あの腰痛の人とかね、冷え性の人とかね、あと体の不調ってね、冷えから来てたりするので、ここの筋肉伸ばすのね、めちゃくちゃ大事具体的なこと言わないけど、めちゃくちゃ大事で、背骨アーチ胸開いて、で上か斜め後ろに手のひら向かい合わせて、指先が伸びていくの、三日月のポーズ、朝だけど。吸い切ったら吐く息で両手ついて逆いこっか。両足後ろダウンドッグになってから、逆の足、両手の間、後ろの膝こうついて、ゆっくりですよ。骨盤正面で、まず鼠径部ストレッチ、グイーって、後ろの足の甲を蹴ってグイーっと、ここね、まあここがメインです。で背骨アーチはおまけ、胸開くのもおまけ、手上げるのもおまけ、目線上もおまけ、足の付け根ストレッチ、足の甲を強く蹴って後ろ、 あと呼吸もメインですね。よく吸ってよく吐く、よく吸ってよく吐く。吸い切った人吐く息で両手ついて、マットの前行こうか。膝曲げていいから、体とももを近づけて、おでことすねも近づけて、膝裏、もも裏、腰、首の後ろもストレッチ。腰痛くなる人はちょっと前向いといて、膝軽く曲げて、背中も腰も体の背面全部がストレッチかかります。こわばってる体の背面ね、こわばりに気づきにくいです、体の背面ってね。お尻しゃがみ込んで、よいしょ、
ちょっと見といてくださいね。これオンラインで僕めったにというか初めてかもわかんない。あんまやらないんですけど、これ首痛めないでね。見といてね。こんな感じになってください。いける人はね。で、この時に首を動かさないでくださいね。首を動かすと本当に痛めるからね。はい。よいしょ。こんな感じね。画面見ちゃダメですよ。で、頃合い見て戻ってきて、もう一回前屈。似てるでしょ、これと。これとこれが、これとさっきのが。もう一回行こうか。くれぐれも首気をつけてね。無理しない。よいしょ。はい、戻ってきて。ちょっとクラクラ来た人はもうやらないでね。いける人は、マットの前で前屈。起き上がろっか。じゃあ、胸の前で合掌。最後、太陽礼拝一回だけやろっか。初めての人は大体を真似してね。呼吸の音聞いてますか？そのリズムでやるんですよ。便宜上僕と合わすけど、僕がいいなと思ったリズムでやってるだけなので、いいと思ったら僕に合わせてください。良くないなと思ったら微妙にずれると思うけど、自分の呼吸聞いといてください。深く吐いて、吸う息両手頭の上合掌。吐きながら前屈、さっきの前屈ですね。膝曲げた前屈で。吸う息、右足を大きく後ろ、これ足を前後に開いて目線ちょっと前にして、吐く息で両足後ろ、さっきのダウンドッグ、膝裏ストレッチのやつ。吸う息、プランクポーズ、体幹使いながらよく吸うと、体温まりますよ。吐く息、膝下ろして、胸あごつくか直接うつ伏せか。吸う息でコブラのポーズ、背骨全体アーチ。腰痛くない程度、吐く息でダウンドッグ戻って、3から5呼吸。吐き切ったら、吸う息、右足を両手なら、これ手をつな使ってもいいから、吐く息で後ろ足揃えてきて、マットの前前屈。吸って起きて、頭の上合掌。あんたそこにいたら映らないよ、あんまり。吐く息で合掌が胸の真ん中。逆も行こうか。吸って両手、頭の上合掌。吐く息前屈。吸う息、左足を大きく後ろで、吐く息で両足後ろダウンドッグで、吸います、プランク、よく吸い切ってください。吐きます、膝を下ろして伏せます。吸います、コブラのポーズ、背骨がアーチを描きます。吐く息ダウンドッグで3から5呼吸。吐き切ったら吸う息、左足を両手の間、こう手を使ってもいいし、吐く息で前屈マットの前。吸って起きて、頭の上合掌。吐く息で合掌が胸の真ん中降りてきて、両手ほどきます。じゃあマットに仰向けになりましょう。よいしょよいしょ。手足ブラブラって動かして、動き止めたらこれから一番大事なポーズ入ります。あ、そうだ、普段特にガヤガヤしたところに住んでる人は、この動画見たときは森の中に来てヨガをしてると思ってください。その気分がすごく大事。じゃあ最後のポーズ、シャバーサナ。呼吸してれば、息してたら OK です。そういうポーズです。じゃあシャバーサナ。
両膝立てて転がって起き上がります。あぐらになって、じゃあ今日のレッスンこれで終わります。僕こんな感じでいつもヨガやってます。で、ここヒューマンビングっていうねリトリートセンターですけど、ヨガの先生はもちろん、ヨガの一般のね生徒の方も、定期的にリトリートを開いてます。いつかここでお会いしましょう。 YouTube を見て初めて僕にここに、リトリートで会いに来てくれた人も、たくさんおられます。あなたのご参加をお待ちしてます。で、先日リトリートだったのでその様子を縦長のねスマホ用の画像ですけどね、お送りするのでねちょっと見ておいてください。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。見える窓だからここには何も建てられないみたいな。